バン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 皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので猫目的で参加される方はぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、まばたきもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃん、白黒のくーたくん、チャトラのまさるくん、そしてまっちゃんのお尻で見えないけれども、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ねえ、たまちゃんもまちゃんもさ、一番いい場所にいると思うんだけど、食べないよね。まちゃんあれかな、かつお節がなくなっちゃったからもう食べない感じかな。たまちゃんはそもそも食べる気ないっていう感じかね。ねえねえ、かつお節だけ食べてね、カリカリまるで残ってんのよね。もうほんとさ、昨日もまるで残ってたからもうどうしようもないなと思ってライブやんなかったからさ、かつお節かけてないから、もうそのまま置いたらね、朝は綺麗になくなっていたけれども。まあ綺麗になくなってたからいいけどね、そのまま残ってたらちょっとがっかりすぎるからさ。サルさん、はい。辛くて寒い冬から季節はもうすぐ暖かい春ですね。今夜も G いないないば。スタジオより楽しいライブを受けるでございます。いないいないばーとか、なんなかわいいもんじゃねえんだよな。もうバーって出てきたらギャーだよな。もういないいないギャーだよな。はい、ちゅうわけで、本日も猫に関してのお話を、しませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので。お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティースって言いますので、マチャ、一緒に行っていただけると嬉しいです。なんで私の後ろにまた？はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース、たまちゃん、ジャスティースな。せっかくヒーターそこに。設置してんのにな、なんか猫の姿微妙だな、みんないるのにな。どうしたらいいんだ、もっとヒーターを遠くにすればいいのか、ね。意外と遠いんだよ。だから、カリカリを渡そうとすると遠くなっちゃうんだよな、これ一応遠くするとな。
はい、塩入りさゆでございます。あ、今日もまだね、今日もまだね、おねしょシーツを引いてないからね、ね、頼んますよ。昨日はね、3回3回かな、ゆりたんにめっちゃおしっこされたよね。ここにちゃんとね、おねしょシーツをさ、もうこんなしっかりね、広げてあったにもかかわらず、まあ、上手に裂けるんだよ。上手に裂けてね。で、2回ともさ、そのシーツがかかってないところに大量にシャーって、それからさ、もう頑張って拭いたけどさ、で、今日は朝ね、もうギリギリ、ギリギリのところで、かかってるんで。かかってるから、これは洗わないと臭くなるもんねと言ってさ、もうそんなに外されたにもかかわらずさ、もういっそのことシーツ汚さないでくれれば今日も使えたからよかったのにさ、汚すからさ結局洗濯しなきゃダメじゃんみたいな感じなので、今日も相変わらずまだシーツをここに用意してないので、よろしくお願いします、ゆりさん。サヨリさん、気のせいか、前よりお部屋が、暗くなったような、そうですね。猫ちゃんたち、大集合で可愛いです。そうなんだよ。だからさ、LED をさ、この前お客さんに貸し出しだったわけね。で、2つうちにあるんだけど、2つとも貸し出しだったわけよ。で、どうもね、色温度を下げたのかね、私はできる限り明るくしようと思ってさ、これが目いっぱいぐらいかしらっていうところにね、してたんだけれども、なんか貸した後なんか暗くなったかな暗くなったかなと思うんだけど、これね、操作がね、わかんないのね。液晶のところが壊れちゃって、よくそんなんでね、お客さん上手に自分の都合のいいところにね、色を変えたなって思うんだけど、私が逆にね、全然なんかいじれないんだけど、どうしてみたいなことになってるんでね、暗いままで暗いままでございますよ。ジグ、ね、でも寒い冬は、あ、でも来週末あたりからちょっと良くなるっぽいね。だからまあ、あと1週間ぐらいの勝負かなっていう感じ。昨日朝起きてびっくりしたよね、雪積もってから。はぁ朝窓開けるわけよね。窓じゃない、カーテン開けるわけよね。カーテンを開けたらさ、雪景色になってから、はぁーってなってな。積もって、雪降ってると思わなかったから、と思ってさ、ちょっとびっくりしたよね。何、浦島太郎な気分だったな。ねえ、カニタさ、ジャスティス、今日はお疲れ様でした。いや、おかげさまでね、店番を変わってくれたおかげで商品が売れまして。私がいるとまるでダメだからな。私がいないと大丈夫なんだよね。だから、カニタンさんが帰った後もさ、もうお客さんいないからさ、なんかちょっとうろうろしたわけよね。気分転換にさ。そしたら、その間に、私がいない間にお客さんいてさ、で、後ろの人が対応してくれてて。もうなんだみたいな感じね。ちょっといない間はね、来るのにさ、いると全く来ないんで、もうおかげさまで、売れたのでありがとうございますって感じね。だから今後私は自分で売らないで、あれだな、設置だけして、あとね、人に頼んで委託で委託でやればいいのかもしれんみたいな感じな。さゆりさん、ジャスティス、今夜はモナカいいな。モナカ片手にホットシルクドリンクでジャスティス、どんだけ甘いんだどんだけ甘いんだ。いや、てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様こんばんは。ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。そう、昨日はさ、直前になってさ、もう
これでいいやと思ってね、明日これの朝ね、これを運べばいいんだわっていうふうに思って、で、もう一回ね、もらったメールをさ、チェックしてたらさ、よく見たらさ、ん?と思って、これダメなんだってなって。これダメなのかと思って、と思って、もう一回荷物をね、組み直したんで、ライブができなくなりました。ていうかまあそれまでにはね組み直し終えてたんだけど、まあこの調子だとちょっとあれだからね、一応早めに寝るかと思って、だから今日はいやライブしないで早めに寝るかと思って早めに寝るつもりだったんだけど寝れなかった結局いつも通りだったよみたいなね、そんな感じでした。どうしるこドリンク。セリさん、カニタンさん、テンタマさん、こんばんはでございます。テンタマさん、ハンドメイド祭、お疲れ様でした。ありがとうございます。カニタンさん、サイリさん、今日も、小豆まみれですね。ね。小豆まみれだよな。テンタマさん、ケンモチさんは暖かくなって、うちこさんの部屋に G が出現するの楽しみにしていますね。そうなのよ。もうさゆりさんはね、大輝さんの花粉症とね、あとうちの G を楽しみにしているのよ。もうほんとシャレになんないからね。さっきさ、にゃんこのカリカリね、用意してるとき、なんかどっかに一粒落としちゃったんだけどさ、もうどこにあるのかさっぱりわかんなくて、だ今寒いんで平気だなと思ってそのまま放置してるけどさ、これまたね、夏だったらやばいから。なんとしてでも探し出さないとやばいからみたいなことになるよな。さゆりカニタンさん、あずき中毒のさゆりでございますね。同じくっていう感じだよ。てんたまさん、そうはいかん。頼もしい。テンタマさんがいてくれてよかった。さゆりさん、テンタマさんのグッズを信じていますので大丈夫です。ブラックジョークも、好調です。な、好調だな、今日な。テンタマさん、さすがにカニタンさん。さすがカニタンさん。販売はカニタンさんに丸投げでね、ほんとね。そうしたい気分で。カニタさん、いやいや、いっぱい買ったのは藤子さんの YouTube 視聴者の方ですのでね、本当におかげさまでありがとうございます。藤子さんの力ですね、そうやっていただけると、ね、そうだなって、ようやく自分のことをね、認めることができるよう、ありがとうございます。もうね、あゆの出店すると、自己肯定感がね、撃沈するので、だから嫌なんだね。周りと比べてさ、周りは売れてんのに、うちだけ全然売れてないなっていうね、現象が起きるので、もう自己肯定感爆下げになる儀式なので、ね、出したくないんですよ。ね、でもおかげで店番変わってもらえると、売れるっていうことが分かったので、今後やるときは、委託で、委託で他の人にね、やってもらって、で、一応宣伝だけはね、効果があるようなので、宣伝だけすればいいのかな、みたいなね、感じかな。さゆさん、ハンドメイド祭り、行く気満々だったのですが、間に合いませんでした。ああ、そっか、今日時間短かったもんね、確かにね。カニタンさん、お手伝い、羨ましいですね。おかげさまで、本当に、お客さんが、カニタンさんがいた間だけだから売れたの。みたいなね。てんたまさん、そんな心も、懐も温かい視聴者の方がいらっしゃるなんて、そうなんだよ。本当ね、私はね、視聴者の方に支えられててね、もうありがたいよ。ありがたいよ、本当にね。もう感謝してもしきれないよって感じ。おかげでなんとなく形はね、保てたかなっていう感じだけど、
まあ赤字だな本日も赤字だなみたいな感じだな。前回一応赤字じゃなかったんだっけ、どうだったっけ。確か赤字ではないけど目標は達成できなかったって感じか。今回は大幅赤字だったな。カニタンさん、次はさゆりさんと交代でね、頑張りましょう。ありがとうございます。じゃあ、土曜日だな。さゆりさん、もなかは吉祥寺の、講座さのもなかで、藤子さんに差し入れする予定だったのですが、へえ、病院勤務が長引いて、あら、そうなのね。19時30分終了になってしまったのです。ああ、そっか、そりゃ全然間に合わなかったな。さゆりさん、カニタンさん、ありがとうございます。確かにね、今日は短かったおかげで、だから私も帰ってくるのが早かったからさ、ライブできたけど、ね、19時半とかまでやってるような状態だとね、さすがにちょっとライブはね、できなかったかなっていう感じ。気づいたらまだね、6時台だったんで、うち帰ってきてからね。だから、あ、これはライブできるかな、みたいな感じでさ。もっと遅いようだと、ほら、にゃんこをずっと留守番させてたからね。なんか、にゃんこに申し訳ないかなっていう感じで、ちょっとお休みするかなって感じだったんだけどさ。要は、なんかね、人身事故があったらしいんだよね。で、電車遅れてたみたいなんだよ。へーと思って、なんかね、東映線が全線、全駅、ホームドアがつきましたよ、なんてニュースがさ、この前出てて、いや、そうだったのか、と思って、なんか西馬込が最後だったみたいかな？で、あ、そうだったんだ。そうだったのか、と思って。で、なんでかっつったら、その、都営浅草線が、乗り入れがものすごく激しいわけよね。いろんな会社のさ、だから、その会社によって、電車のドアの位置が違うらしいんだよね。あ、そうなんだと思って。だから、それのせいで、だから、ホームドアをどこに設置していいかっていうのが、まあ、難しかったみたいなんだよね。まあ、それのおかげでずっとホームドアを設置できてなかったっぽいんだけど、それがいよいよね、設置全部できたよってニュースさ、この前見たと思ったのに、なんでよ、ホームドア全部ね、設置したにもかかわらず、人身事故って起きるんだと思ってさ。みたいな感じで。なんか今日人身事故で電車遅れてたらしいんだけどさ。それでもね、気づいたらもうなんだかんだ、うちに荷物置いて、で、ある程度ね、元のところに戻して、みたいなことをして。で、ほっと一息ついて、で、時計見たら、まだ6時台だったから、ああ、じゃあいいか、みたいな。で、今日結構体楽だったのは、まあ短いのもあるんだけど、椅子付きでさ。で、まあ背もたれ付きの椅子だったわけよね。で、私、背もたれ付きの椅子じゃないとさ、まあ、体幹が悪いっつうの？ひん曲がってるからさ、背骨がさ、猫背だし、姿勢悪いし、みたいな感じなので、疲れちゃうんだよね。まあ、それで、だいたい具合悪くなるよって感じなんだけど。まあ、今日はね、背もたれ付きの椅子で。で、ほら、私がいると売れないなと思うからさ、座りっぱなしでさ、座りっぱなしで、いらっしゃいませだけ言ってたんでね。だから、なんか体が楽だったよってね、感じだったので、今日はライブしてみたっていう感じだよ。ありがとうございます。天玉さん、ケモチさん、今回は差し入れできず残念でしたが、次回北海道もしくは高松で藤子さんに差し入れしてください。そうだった。さゆりさんはね、飛行機恐怖症なんだよな。さゆりさん、天玉さん、了解です。高松にはクソ屋の干物。お持ちします。出禁です。もう即断られたよ。カニタンさん爆笑だ。
受けるよな。よかったよ。今日ライブやってみてよかったよな。それぞれにいろいろと事情があったようでね。楽しめますな。そう、昨日はさ、私さ、あのね、発狂してたんだよ。昨日めちゃくちゃ発狂しててさ、で何かっつったらさ、あのエアコンのリモコンが壊れてさ、で即ね楽天でさ、あのマルチのやつ どれでも合うよっていうやつエアコンのリモコンを買ってさ、で過去にもそういうの一回買ったことがあって使えなくなった時ね、で不安ながらもうね買ったんだけど。全然問題なくさ、普通に電源入れたらピッてついたんで、あ、よかったよっていう経験があったんで、今回も大丈夫だろうと思ってさ、普通にそのマルチリモコンっていうのを、買ってね。で、ただ最近はさ、その届くのが遅いからね。で、寒いからさ、エアコンつかないと、ただフニータ作りするのにさ、部屋寒いと無理だから、エアコンつかないと無理だからどうしようと思ってて。で早くそのリモコン届かないかしらと思ってたんだけど、ようやく昨日ついてさ、最終日な、あの前日最終日な、ギリギリ届いてさ、届いたと思って、でこれでなんとかなるかと思ってさ、その時まだ私はダウンを着てたんだけど、あの外出てね、でポストを覗いたらそのエアコンが届いて、エアコンのリモコンが届いてたんで、ああ、届いてるよと思って、それを早速さ、持ってね、開封しながらね、お家の中に入って、で、エアコンに近づくなりさ、リモコン使おうかと思ったんだけど、だ電池入ってなくて、あ、電池入ってないかと思って、なんか最初、その液晶っていうのの画面にさ、線が入ってるじゃんか。今、うちにある壊れてるやつは、その線がなくなっちゃったんで、あ、壊れたんだっていう感じだったんだけどさ、その新しいやつはさ、その線が書いてあるわけよね。なんか電池入ってんのかと思ったんだけど、入ってなくて、え、じゃあこの線なんだこの線なんだと思ったんだけど、まあいいわと思ってさ、で、電池入れて、で、ピッてね、あの、スイッチオンのところを押したら、あのエアコンつくのかと思ったらつかなかったわけよ。いや、そっか、エアコンのね、コンセント抜いてたわと思ってさ、そりゃつかねえわと思って。で、エアコンのコンセントを差し込み、で、もう一回ピッてやったらつくかと思ったらさ、つきゃしねえわけ。で、え？って思って。で、説明書ついてたからさ、説明書読んでみたんだけど、なんか設定がめちゃくちゃややこしいわけよね。だ設定がめちゃくちゃややこしいんだけど、最初になんだかな、セットっていうボタンを長押しして、そうするとエアコンの方から勝手になんか数字が出てくるから、その数字をなんか打ち込んで、でね、あの、OK を押してみたいな、なんかそんなこと書かれてるわけ。で、前のは全然そんなのなくて、たださ、あの、スイッチオンすればついたのにさ、なんでそんなしなきゃならんのかと思ったんだけど、まあ、とにかくつかないことには私は生きていけないので、この寒さ。昨日雪降って、ね。雪の寒さだよ。この中でさ、無理無理無理って感じで。だからもうダウン着てちょうどいいぐらいだから、部屋の中さ、ね、それでセットかなんかさ、ちょっとエアコンに向けて長押ししてっつんだけど、そうするとね、ピッて言うからなんとかって書かれてるんだけどさ、何にもうんともすんとも言わないわけよ。だって電池も開けたばっかりの電池だしさ、ね、で、あと何がある、もうわかんないっていうので、もう嫌になっちゃって。もう嫌になっちゃってね、もういい加減切れてねもういい加減切れて、昨日はまあ発狂してたわけよ。でその時にさ、私がそのリモコン届いたと思ってさ、これでエアコンつくわと思ってさ、ピッてやろうとかってやってる最中にさ、
たまちゃんがまたさ、ばあばあ泣き始めたわけよね。で、また騒ぎ始まったよと思ったけど、まあ、エアコンついてからね、なんて思ったのにさ、まあ、つかないもんだからさ、私がいい加減さ、切れてさ、発狂し始めたもんだからさ、もう、たまちゃんもね、なんかもう、あ、ちょっと、無理。この人は今、ちょっと無理、みたいな感じで。また、いつの間にかこたつにね、収まってたみたいで、すいません。すいませんって感じだったな。だからもう諦めてね、このヒーターをさ、私が移動するのと同時にね、連れてって、で、一応昨日はさ、なんとかしのいで。まあ、とりあえず昨日はさ、だからこのヒーターがあってくれたおかげでな、この子がちゃんと動いてくれてたおかげでさ、私はなんとかね、正気を保っていられたけれどもさ、ね、今後さ、だから、来週あたりから暖かくなるみたいだから、まあそしたらリモコンね、使えなくてもまあ大丈夫かもしれないけどさ、お客さんの予約もさ、来週以降なんでね、入ってんのが、今週は入ってないのでね。だからまあいいかと思うんだけど、今週はまだ寒いみたいだけどさ。でも今後これリモコンさ、ね、使えなかったら困るよと思って、どうすっかな問題がさ、今あって、でも純正はおそらくさ、高いと思うんだよね。なんかそれもさ、なんかそれもバカバカしいっていうの？リモコン買ったのにっていうのがあって、まだ買ってなくてだったら、まあまだね、なんかいいんだけどさ、買ったのにまた買うのっていうのがもうさ、はい。あらら。生産あるから。飛行機は生まれつき苦手で、交通手段が限られてしまいます。海外はもちろん北海道も四国も九州も行ったことありません。ただこの前ほら新幹線で青森行った時に、どうやらこれで北海道にね、これ乗りっぱで行けば北海道に行けるらしいぞってことが分かったので、北海道にはね、どうやら新幹線で行けるっぽいよ。他のところは知らんけどな。大吉さん、藤子さん、皆様こんばんは。今日も花粉症ダイヤです。ああね、そう。今日他の出店者の人もさ、なんか時々鼻噛んでる音が聞こえたわけよね。だから、ああ、花粉かと思って。で、隣の人もそうかな。なんか時々鼻噛んでるなっていう感じだったわけよ。でもさ、花粉症ってもっと辛そうなイメージっていうのをなんかずーっと鼻出っ放しで、そんな時々鼻噛むぐらいじゃね、なんか済まないんじゃないのっていうイメージがあるんだけど、なんかその程度で済むんだったら、まあ出店もできるかっていう感じね。まあちょっとは辛いかもしれないけれども、なんか私が鼻炎の時ってもうほんとそんなちょっと鼻噛んだぐらいじゃ全然済まないっつの。ずーっと一日中鼻垂れっぱなしで、何にもできないっていうのかな。だから、鼻ウォッチっていうんだっけ？鼻栓してても、もうね、ティッシュがびっちゃびちゃになっちゃって。汚い話でごめんなさいね、お食事の中の人ね。でね、時々取り替えてやんないと。だから、鼻血がずっと出っ放しみたいなさ。そんな状態だったわけ、私が鼻炎の時って。だから、花粉症ってきっとこんな状態なんだろうなって思ったんだけど、なんか、時々鼻噛むぐらいで済んでるっぽかったからさ。なんか、あ、そんなもんなのかな、なんてちょっと思いました。ねえ、てんたまさん、大吉さん、こんばんは。リモコン使えないから、たまちゃんも泣き出した。いや、たまちゃんは泣き止んだね。私が泣き出したから、たまちゃんは逆に泣き止みました。さゆりさん、大吉さん、こんばんはでございます。病院でも耳鼻科で花粉症の患者さんが急増中です。そうだろうな。今、最も花粉症の、患者さんが多い季節だろうな。てんたまさん、自分も閉所恐怖症気味で、飛行機とか船も小さい高速船は苦手ですね。あ、
そっか、高速の船って小さいんだね。小さいから早く走れるって感じか。なるほどな。ね、デンタマさん、大田区で開催される BBQ オフ会はどうやって行こうか悩んでます。BBQ オフ会やるんかい。閉所恐怖症で、あとなんだろうな、飛行機じゃなくって、新幹線、高松から新幹線では来れないのか。何かしら船は乗らないと、本州に渡るっていうのはないのか。大阪に行くにはどうやって行くんだ？船で行くのかな、ね、大きい船で行くのかな、ね、え、さゆりさん、天玉さん辛いですよね。さゆりさん、フニータはいくつか売れたんですね。そう、いくつかは売れたんで、まあね、出店した回があってよかったよって思うんだけどさ。思うんだけどさ。で、気づいたことが、結構外国人が多い。最初外国人ばっかりだったんで、なんか日本人に見えて、喋ってる言葉がね、なんか韓国語だか中国語だかみたいな感じで。で、そのうちね、白人さんとか黒人さんとかが来だして。で、英語喋れないんでさ、なんか、ダメだった。なんかダメだったんで。で、お隣さんはね、ピアスかなんか売ってたわけよね。で、ピアスってさ、男性もしてるわけよね。だから、あ、そっか、アクセサリーって女性だけじゃないんだ。買うのって男性も買うんだっていうのが、へーって思ったのとさ。で、その黒人さんがお隣のブースでさ、おにぎりのピアスを買ったわけよね。で、あ、なるほど、と思って。で、その前に来た白人の女性は着物着ててさ。で、どうもね、桜のピアスを売ってたみたいなんだよね。だからね、外人さん、向けっていうの？受けする、なんか商品を取り扱ってたみたいでね。ああ、なるほどなと思って。だから間違えたな、今日選ぶの。そんな外人さんが来ると思ってたらね、初めから持ってきたかもしれないんだけど、和柄のフニータ？和柄のフニータはね、今日あんまり荷物持ってけないなって思ったんでさ。だからフニータ今日は持っていかなかったわけよ、今日ね。で、和柄のフニータも持っていかなかったんだけど、あ、今日は逆に和柄のフニータを持っていくべきだったなと思って。で、それに気づいたのがさ、後の方でね、ヒョウ柄のフニータを売ってたわけよ。で、そのヒョウ柄のフニータに心を打たれて、なんか2回ぐらい来たんだよね。2回ぐらい来た人がいて、でね、散々悩んだ挙句、結局買わずに。結局買わずに帰ったんだけど、だその人がショップカードっていうのを渡してて、そこに QR があって、でその QR 読んでなんかサイト見てくれたみたいなんだけど、それでね、和柄のありましたよねつって、あー今日持ってきてないけどありますねつって、いやあれがいいなと思ってっていうふうに言われて、あーそっかと思って、だからさ、一般的なっていうの、普通のさ、シンプルなフニータがさ、受けるから、まあそういうのをね、今後は作るようにしていくかと思って。で、そういうのがちょっと増えてきて、で、今日もそういうのを中心に持ってったつもりでいたんだけど、逆かと思って、こういう出店するときは、そういう奇抜なやつ持ってった方のが、そういうのを求めてる人がお客さんとしては来るのかなと思ったんでね。なんかその方がいいみたいと思って。で、最後にさ、出店者で、なんかね、また来ますって言った人いたよっていう人、なんかなかなか来ないなと思ってたんだけど、ギリギリになってね、なんか来てくれて、そんな話をしてくれて。で、その人がね、やっぱりね、なんだ、ちょっと主張が強い感じのぬいぐるみ。なんか散々悩んでたんだけど、どれにしようどれにしようっていう感じで散々悩んでて、なんか嫌なお客さんですよねとか言うから、いやいやいや全然お客さんいないから、全く持ってる大丈夫です、ぐーちゃんぐーちゃん
で、その中で一番なんか、なんでこれ選んだのってなんか怒られそうとかっていうのを選んで買ってくれたんでね。だから、あ、そっか、こういう出店するときは、ちょっと奇抜なやつの方がいいんだなっていうね。まあ、そういう学びはあったかな。まあ、今後やるかはわからないけど、出店するたんびに、くたびれ損のね、なんとか儲けみたいな感じになってるからさ。今後やるのかわかんないけど、みたいなね。ただ、やった分だけね、学びがあったんで、その学びがな、もったいないなって感じはあるけどな。いくつかは売れたんです。で、それね、それが売れたっけってさっき、ね、他のサイトでもさ、出店してるから、それを削除するためにさ、チェックしてたら、一応ね、最近作ったのばっかりだった。最近作ったのばっかりだったね。だからね、その削除の作業がそんな大変じゃなかったな。あっという間に済んだなっていう感じだったね。てんたまさん、高松港から、小豆島はフェリーなら1時間ですが、高速船なら30分で着きます。ああ、そうなんだね。まあ値段違うからね。まあ、なんか、安い時とかだったらラッキーだけどな。そうでなければ、フェリーっていう感じか。1時間か。天玉さん、大阪には電車かフェリーですね。あ、電車で行けるんだ。じゃあ、電車で行って、で、あれだな、新幹線かな。さゆりさん。私はアクセサリーは全くナッシング。そうなのよ。私もナッシングだからさ。全く持って、その想像がつかなかったけど、ああ、なるほどね、って感じだったんで、その黒人さんがさ、ワクワクしながらさ、お隣のさ、ピアスのブースをさ、すごいニヤニヤしながらさ、眺めてるわけよ。その姿が可愛らしくって。で、おにぎりをさ、こうやって耳に当ててさ、鏡見てる姿がさ、可愛らしくて、ああ、いいよいいよ、それいいよって、なんか、私がおすすめしたくなる感じだったもんね。で、お隣さんはね、ちょっと英語喋れるみたいで、なんか普通にね、会話してたんだよね。だから、ああ、いいなぁと思ってさ。ね、英語喋れるし、外人さんはみんなピアスしてるしな、なんか外人さんに、モテてて、羨ましいなっていうね、感じだったよ。ね、ナッシングでございます。代わりにバッグにはフニータ、缶バッジ一つつけてますよ。あ、そうなんだね。ありがとうございます。嬉しいな、そう。ね、だから紐がついてないんでさ、いいやつはね、まあ、紐つけてくださいって言われて、ああ、それもそうかと思ってね。だから紐つけたのもあるんだけど、だいたい忘れちゃうわけよね。ただ、新しく作ったやつはさ、ああ、そうだ、紐つけてくださいって言われながら忘れてて、ほぼ紐ついてるやつないからと思ってさ、全部紐つけて作ったつもりだったんだけど、ただ、なぜかフニータが胴長っていうさ、事件が、事件が起きたんでね。だからせっかく作ったんだけど、あ、これダメだなっていうのでね、却下になったんで。だから結局紐付きのフニータはね、あんまり増えてないんだけど、みたいな感じでね。そう、付けられるように、最近は紐も、忘れてなければ付けるようにね、して、だちっちゃいやつ、ちっちゃいやつはね、紐付けられないんだよね。あれちっちゃく作るのだけで大変でさ。紐まではね、さすがにつけられないわけよね。だけど今日来たそのヒョウ柄のさ、散々悩んでた人も、カバンにつけたいけど、これだとつけられないなっていうので、置いてた感じだったんだよね。だから、ああ、そっか、と思ってな。でもこれは紐つけられないなっていうのでね、どうしようか。無理なもんは無理か、みたいなね。感じ。どこまで行ったっけ、全くナッシング。カバンにはフニータ。缶バッジ一つ。
セリさん、外国の方向けには着物着たフニータ、いや、ちょんまげフニータちょんまげか、ちょんまげフニータが受けるかもですね。着物はそうかもな。だから桜柄、桜柄がなんかあったらよかったのかなって思ったね。そのお隣さんの桜のピアスでな。カニタンさん、ヒョウ柄と良い古風のフニータがいたので、店番中遊んだ動画、ワンカット入れます。あ、嬉しいな。ありがとうございます。テンタマさん、お侍フニータね、刀持ってるとかな。サエリさん、お侍フニータもグッドね。なんかいろいろまたな、想像力が膨らんじゃうよな。もう今後やんないっつってんのにな。もう自己肯定感がだだ下がりになって。ねえ、くたびれもうけど、なんとかかんとかみたいになってるから、もうやんねえとか言いながらな。なんかまたいろいろ作っちゃいそうだな。作っちゃったらまたやるか的になっちゃうかもしれないな。ねえ、カニタンさんも動画撮影されたのですね。ねえ、カニタンさんすごい動画撮ってるよね。ねえ、テッタマさん。カニタンさんもハンドメイド祭の動画撮影されていたんですね。そうそうそうね。撮影してたよね。撮れ高すごいあったって言ってたもんね。ねえ、さゆりさん、あ、てんたまさんとコメントがハモりました。ハモりましたね。ねえ、かにたんさん、撮影させてくれるブース多かったので、一本分撮れましたよ。ねえ、ほんと、撮影な、NG の方が逆に意味がわからないって思うけどな、いうのでな。ねえ、テンタムさん、本当だ、ハモったな。テンタムさん、カニタンさんのハンドメイド祭動画、楽しみにしていますね。そうだよね。私はほら、あんまり店番っていうか、ね、出店者側だとそんなに取れ高ないけどね。お客さん側の方のがね、取れ高あると思うよ、ああいうのはね。てんたまさん、冬子さんを 4K で見られる唯一のチャンネル。4K で見なくていいんですけどっていうね、感じかな。どうしよう、タロットカードタイムでも行くか、ネタなくなったから、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただくと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ね、で、今日はさ、寒かったんだよね。で、朝さ、すごい晴れてて、で、うちの中はさ、結構暖かかったんだよね。だからこれあんまり厚着してもね、暑くて今度は逆に辛いかもしれないと思ったんで、まあそんなにね、厚着はせず、で、行こうかなってふうに思って、で、デザフェスの時と同じ装備っていうのを中にね、これの中にセーター着て、で、挑んだんだけど、今日はまあ寒かった。デザフェスの時にと比べたら外がね、めちゃくちゃ寒くて。だからデザフェスはまださ、11月だったっけ。だから寒いのって1年の中で一番寒いのってまあ1月、2月、3月ぐらいが寒いかなって感じだからさ、もう段違いの寒さっていうのかな。その12月、11月と比べるとさ。だからもう今日、外、その、ね、会場までの5分間、駅から会場までの5分間がさ、もう風は強風だし、寒いしでさ、いや、これ、ちょっと大丈夫かしら。たどり着けるかしら、みたいな、そんな感じだったんだよね。でもまあ、会場の中は暖房効いてるし、暖かいだろうと思ったんだけど、なんか途中でね、クーラーを入れ始めたっぽい感じだったんで、なんか周りの人も結構ね、薄着っていうのはシャツ1枚とかでさ、なんかやってたんだけど、途中からセーター着始めたりとかさ、やっぱりみんなもね、
し始めたんで、あ、やっぱりみんな寒いんだよなと思って、私もさ、あのこのマフラーを途中からしてね、やってたんだけど、で、寒かったじゃんか、結局、みたいな。で、帰りは帰りでまたね、日が落ちてさらに寒いじゃんか、みたいな感じで。大丈夫かしらみたいな感じで、で体すっかり冷え切ったんでね、今日は帰ってきてから備蓄してあったカップうどんをね、あのお湯沸かして食べて、汁も全部一滴残らず飲んじまったよってね、ね状態でございます。カニタンさん、ごめんなさい。藤子さんをたっぷりは取れてないかも。はい。あの、別に。たっぷり取らなくて大丈夫ですよ。OK でな。さゆりさん、今日、電車で久しぶりに女性専用車両に乗ったのですが、あったね、そういえばな。香水の香りのすごい人がいて、一駅で逃げ、そっか、女性専用車両だとそういうのがあるか。ペーターさん、まあちょっとでも 4K で見られれば。カリタンさん、テントさん、了解。さゆりさん、女性専用車両って、先頭とか位置が不便なので、そうそうそうね。普段は利用せず、そうそう、普通の車両使ってますね。帰りは酔っ払いのおじさまと一緒の車両です。ああ、わかるわかる。そうなんだよね。そう、一番前とかだからね。だからたまたま自分がそこにいたときはね、なんか乗ることがあっても、そうでなければね、わざわざ女性専用車両まで行って、なんか乗ろうとかっていう気にはならないもんね。ただまあ、よっぽどね、あの嫌な思いして、それがトラウマだったりとかすればそこまでするのかもしれないけど、もうね、痴漢に合わなくなって、もうだいぶ、あの、だいぶ経つんでね、もう電車に乗っても時間に合わないんでね、あの大丈夫みたいな感じなんで、そこまでしないかなって感じな。カニタンさん、ピアストップ、なるほどな。さゆりさん、逆に男性専用車両ってあるのですか？あったら面白いと思うのですが、あ、なんか作るとかっていう話なかったっけ？あれなくなったのかな。てんたまさん、東京の電車って夜でも混雑しているイメージかな。そうそうそう。まあ、あの、日によるっていうか、まあ、曜日っていうの？平日土日で違うのかもしれないんだけど、夜のが混んでるかなって私は思うかな。ほら、いつも平日の昼間行動するからさ、平日の昼間の感覚でいるとさ、で、お出かけして、あの、夜遅い時間っていうのかな、になっちゃうと、なんかね、そっちの方のが混んでて、だから、昼間の方は座れるんだけど、夜だとね、座れないみたいのがあるんで、夜のが混んでるイメージ、私もあるな。さゆりさん、痴漢と間違われないように男性専用車両望む声があるらしいですか？そう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 。で、あったよね、確かね。でね、なんか、あの、平等じゃないみたいなんでさ、なんか男性専用車両も作るみたいな話だったけど、どうなったんだろう。男性はそれ乗りたいのかなっていうのがね、不思議なんだけどなっていう感じね。はい、ではここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。ではいきますよ、せーの、1、2、3、4、5、6で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃん、お、ダイアルカナダ、ジャスティスじゃないけど、なんかジャスティスっぽい感じのカードだね。これは、どんなメッセージなんでしょうかね。ダイアルカナ最近結構よく出てくるよね。
青いカードだな。冷静さのカードでございますね。例えば昨日さ、荷造りしてる間に、鳥山明先生が、亡くなったよみたいな、よさったっけ？なんかね、へーとかって思ったけどさ、今日は何、声優のね、ちびまる子ちゃんのね、人が亡くなったっていうのでね、なんかへーって感じよね。これは状況庫でいいのかな？状況、今日、状況庫、タロット、聖地だな。女教皇は、高い知性と冷静さを表すカード。誰かや何かに肩入れや感情移入などせず、伝えるべきことを淡々と伝える。また任意ナンバーを持つタロットである女教皇は、物事の二面性や表裏に関するイメージも送っています。あ、そう、さっき祈りに関しての動画を見てたんだけどさ、祈り？だからこれが、一つの対象物に対してこれが良くなりますようにと思って祈るとするじゃんか。そうすると、良くなりませんようにも、二つで一つだからさ、だからコインが表と裏が必ずあるように、物事すべて表と裏があるんで、祈りでこれが良くなりますようにって祈ると、良くなりませんようにの祈りも出てるらしいんだよね。それで、なんかそれが、ただその波に合わす、また別の波に、が、地球上にすでにその波があるんで、それに、共振させるとそれが打ち消されるみたいな、なんか技があるらしいっていうのをさっき聞いた。何言ってんだかわかんねえって感じだ。善玉さん、鳥山明に続いてタラコが亡くなったのは本当驚いたな。驚いたよね。善玉さん、サザエさん役の加藤みどりは83歳で、おお、そうなんだ、83歳なんだ。まだ現役、まだ現役だったの。見てなかったからね。全然テレビ見てなかったから忘れてたけど、サザエさんってまだやってんだね。そして現役なんだ。すげえ。声変わらないもんなんだね。なあ、ほんと驚きよね。いや、ちびまる子ちゃんの声がと思うとね、なんかええってなっちゃうよね。シンボルの解釈、白と黒の柱、相反する二つの要素、物事の表裏、青い服、清らかな心、冷静さに込められた慈愛、女教皇が手にする巻物、神の啓示、普遍的な真実、ハイレベルな知識、海と空、未知の領域、女教皇の意味とキーワード、正位置、知性、高い品位性のオーラ満点、的確に、そして誠実に見つめるべきものと向き合っている。女教皇の正位置の意味は真面目で、清廉潔白、に物事と向き合う姿勢を表します。細やかな洞察力で正しい判断を下せるはず。ただその細やかさゆえに傷つく場合も。聖地キーワード、洞察力、清らかさ、繊細さ、経験、学び、キャリア、良き理解者がいる、頭が冴えている。悩み別読み解きれ、恋愛、秘めた憧れ、片思い、仕事、キャリアアップ、真面目な働きぶり、対人、教え合う、言葉に敏感、決断、きっぱり、邁進して、OK。まとめはあるかな？深読み。深読み。
足元に描かれている三日月は女性性の象徴。しかしこの絵は、お牛の角と見ることもでき、そうなると強い男性性を、物語ります。どんな物事にも二面性があり、見方によって真逆の意味を持つ可能性がある。女教皇は、絶妙に伝えているのです。まとめ、高い知性、精神性を表すカード、正位置なら洞察力の高さや清廉潔白な精神を表すカードでした。曇りのない目で物事を見れば多くの気づきがあることを伝えています。正位置の場合は、自分が正しいと感じたことに自信を持って進みましょう。だそうです。ってなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、自分が自信があると思ったことは、なんだ、違う。自信を持って進みましょう。っていうね、カードでございました。楽しんでいただけてたら、幸いでございます。はい。時間と間違われない。満員電車で、酔って嘔吐しているサラリーマンに遭遇してドン引いた。そりゃドン引くよな。そりゃドン引くよな。まあ、時々そういう車両に乗っちゃうときあるよね。なんか空いてんなと思ったら、なんか濡れてんな、っていうね。しまった、そういうことか、みたいなね。あるよな。サイジさん、テンタマさん、特酔っ払いのサラリーマンの方も多くて、終電近くでも混雑ですね。そう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 ね。で、平日の方がさ、酔っ払いは多分多いと思うのでね。平日の夜はちょっと危険っていう感じがするな。天玉さん、鳥山明に続いて、それ読んだんだったっけ。サザエさん役のね、現役なの、現役知らなかったな。すげえ。さゆりさん、サザエさんは原作ですと、今はすでに100歳を超えているそうですね。ああ、そうなんだね。タラちゃんでも75歳、マジか、年上だった。タマは、てん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 、本当だね。タマ何代目だろうな。てんたまさん、加藤みどりさん、80歳、さらに。さらに上だった。すげえ。大地さん、今日も花粉症で鼻血がマジで出ました。おう、なあ、若いうちにはどんどん出しとけ。ということ。てんたまさん、たまは6代目説。あ、そうなのね。ねえ、さゆさん、ちびまる子ちゃんは、私が子供の頃からよく見ていましたね。私もそうで。私が生まれていない昭和の物語みたいですが、そうだね。面白いですね。ね、ただ本人はね、なんだっけ、少女漫画が描きたかったんだよね。少女漫画が描きたかったんだけど、ただ画風が少女漫画に合わないからっていうのでね。でね、自分が書きたいと思ってない、ジャンルでね、財産築いたんだよねっていうところがなんかちょっと切ねえなっていう気がするんだよね。大輝さん、粘膜が乾燥しているから出やすいかと、そうだね、加湿してください。天玉さん、大輝さん、しっかり。な、さゆさん、たま6代目ね、6代目ってすごいね。白猫ってなかなかいないもんね。大吉さん、花粉症でも電車の窓開けました。ストレス解消に。そうね、ストレスが一番体に良くないらしいからね。だから、花粉を取るか、ストレスを取るかのね、すごい戦いになりそうだけど、それは正しい判断だったんじゃないでしょうかね。さゆりさん、大吉さん、医療用ですと、アレグラは効果の軽いお薬ですから、
ひどければ強めの薬もあります。あ、そうなんだね。でも眠気の副作用が強いですね。あ、なるほどね。大吉さん、加湿して花粉症は強いから大変です。あ、そっか、そうね。でもまあ乾燥してるよりは加湿した方のがちょっとは楽になるっていう感じなんじゃないのかな。そう、私、鼻炎がひどい時は、あれだった、なんだっけ、レンジでチンした、蒸しタオルっていうのかな。そう、まあ、目を温めてるやつを、なんか、鼻とか、なんか、やっぱり、目を覆ったりとかでも、鼻が、この辺が温まるから、なんか、それで楽になってたような気がするね。もう最近全然やってないから、どうしてたか忘れちゃったけど。テッドもさん、ちびまる子ちゃんの二代目声優は藤子さんらしいですが、今のお気持ちは、あ、私ありがとうございます。似てるかな。ゆさゆさん、大吉さん、ファイトです。ちびまる子ちゃんの決め台詞ってどんな感じだったっけ。じいちゃん、違うな。あれは、キートンだったっけすぐにパッと出てこないな。ちびまる子ちゃんの決め台詞が出てこないな。さゆりさん、大吉さん、ファイトです。大吉さん、さゆりさん、ありがとう。花粉症でも頑張ります。花粉症負けないだよ。強い子だ。大吉さんは強い子だ。大丈夫だ。というわけで、本日も竹菜ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャーを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。せいさん、藤子さんは個性のある声の持ち主ですから、そうだね、声優の素質はあるかもですね。声を使った仕事をしなさいよって言われたんでね、声優もありかなと思うんだけど、まあ、漢字読めないからどうなんだろうね。あと、感情の起伏がないかな。なんか淡々としてるから、どうなんだろうっていう感じはあるよな。てんたまさん、小山ありがとうございました。はい、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイナロー。